ジュゼッペ・メルカリは、イタリアの火山学者、地震学者、メルカリ深度階級を発案した、ミラノに生まれた。カトリック教会の司祭に除外され、すぐにミラノの神学校で自然科学の教授となった。しかし、大哲学者にして、聖職者のアントニオ・ロズミーニを称える国立の記念碑を公に支持したために、自由主義者の疑いを受けて、職を追われた。 その後、イタリア政府が、ドモドスソラで、続いて、レッジオディカラブリアで、最終的には、ナポリ大学で、メルカリオ教授の職に就けた。また、修正、ベスビオ火山観測所の所長であった。彼の教え子の中には、ジュゼッペモスカーティがいる。1914年3月20日、ミラノにて64歳で亡くなった。今日では、メルカリは、彼が発案し、 今なお使われているメルカリ震度階級によって最もよく記憶されている。メルカリ震度階級はより有名なリヒターの指標とは異なり実際に地震で解放されるエネルギーの大きさを測るものではない。また気象庁が制定した震度のように地震計を用いて計測されているものでもない。弱い地震の場合は体感が強い地震の場合は 建物などへの損害により、メルカリ震度階級は判断される。つまり、それは地表に対する地震の効果が、いかほどかを示すものである。現実の人口潜在地に対してはあまりよく、適合しないが、多様な振動による損害の比較には、理想的である。メルカリ震度階級は愛から、12の12段階に分かれている。愛はごくわずかな人にしか感じられない微震だが、 12はほぼ壊滅的な損害を与え、レンガ済みの建物はほとんどあるいは全てが倒壊し、物体は空中に投げ出される。ありがとうございます。